空旅信州77、山形村にやってきました。松本市の南西に位置する山形村、8700人余りが暮らしています。長芋やスイカなどの生産が盛んで、広大な畑が広がります。清水高原に静かに佇む古刹清水寺、創建は奈良時代にまで遡ると言われています。坂の上の田村麻呂が参詣した際、この寺の千手観音を京都に移し、京都東山の清水寺になったという伝承が残っています。蕎麦の花が咲き誇る唐沢集落、およそ500メートルの間に7軒の蕎麦店が軒を連ねることから、唐沢蕎麦集落と呼ばれています。江戸時代から昭和の中頃まで唐沢川の水車を利用した製粉業が行われ、挽きたての蕎麦が振る舞われるようになりました。